い、こんにちは、シナモーターズです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介いたしますのはスズキ GS400 のご紹介です。こちらですね、エンジン周り、キャブレター周りなんかもね、レストア済みの車両となっております。もちろんですけどもね、後ほどエンジンの方はかけさせていただきます。アイドリングなんかもね、しっかりと安定した車両となります。そしてカスタムポイントはですね、マフラーですね、集合管装備、そしてリアサスペンションにはですね、マルゾッキリアサスペンションなんかもね、装備しておりますので、非常にですね、コンディションも一台です。早速ご紹介の方させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトの大きな点灯傷、レンズ割れ、こういったものももちろんない状態となっております。ウインカーの捨て割れ、レンズ割れもない状態です。はい、フロントフォーク周りですね、いかがでしょうか。大きなにじみ漏れもちろんございません。インナー部分もですね、サビ腐食出ておりません。非常に綺麗な状態です。アウター部分のですね、白サビやサビ、腐食、こういったものももちろんない状態となっております。フロントフェンダーですね、メッキフェンダー、大きな点灯傷、へこみ、サビ腐食もちろんございません。綺麗な状態です。フロントホイールですね、こちら、スポークホイール、メッキ部分もですね、サビ腐食、大きなガリ傷、曲がりもちろんございません。そしてですね、タイヤ、新品の方ですね、取り入れてますのでね、そのままもちろんですけどお伝えいただけます。キャリパーマリオのですね、こういった反対側のですね、キャリパー固着、こういったものもない状態となっております。はい、エンジン周りです。ヘッドカラーのオイルにじみ、各社オイル漏れ等もちろんございません。さあ、こちらですね、ご覧いただければと思います。キャブレター周り、インシュレーターのですね、ゴム類もボルト類も新しいものに交換されてますね。非常にメンテナンスの行き届いております。エンジン周りのですね、サビや腐食もちろん出ておりません。で、こちらですね、エンジンガードなんかもね、装備しております。ステップ曲がり、こういったものもね、ない状態となっておりますね。マフラーですね、こちらメッキのですね、集合管装備となっております。サイドカバーはですね、ビートのアルフィンカバー装備となっております。はい、リア周りです。こちらもですね、リアホイール周り、こちらもですね、大きなガリ傷、曲がりもちろんございません。リアタイヤもですね、新品のものを採用しております。そしてリアサスペンションですね、こちら丸ゾッキのですね、リアサスペンション装備、大きなにじみ漏れもちろんございません。テール周りですね、こちら、大きなですね、レンズ割れ、こういったものもない状態ですね。キジマのタンデムバーなんかもね、装備しております。シートです、張り替え済みですね、非常に綺麗な状態です。前後ろともに大きな切れや破れもちろんございません。はい、タンク周りです。こちらもですね、大きな点灯傷、へこみもちろんない状態となっております。はい、タンク内です。はい、タンク内はもちろんですけども、大きな錆腐食ございません。ではですね、エンジンの方始動していきたいと思います。でしょうか。細部までですね、しっかりとレッサーされた1台となっております。非常にコンディションの1台です。おすすめの1台となります。ぜひですね、集合感サウンド、お楽しみいただければと思います。皆様のお問い合わせお待ちしております。